明治維新という過ち原田より毎日ワンズというところが出てこれは1,500円プラスで値段安いですこれはお読みなさいとこれ改訂版なんですよもうすでに出てるんですが面白い要するに維新というその長州と薩摩です主にね「薩長と比と言われていますけれどもまあ土佐と肥後は巻かれちゃったようなもんですねそれから それを起こした水戸とそれから水戸学この辺をきちっと勉強しなきゃなんないんだけど原田伊織氏は私より本当に数年年したぐらいだから同じように歴史が好きということになれば彼はもちろんそのこういう勉強もなすっているんでしょうけれどもでも大阪は外国語大学なんですねで広告とかそういう世界つまりコピーライターとかそういうのをやってるんで多分勉強よりあんまり変わらないと思いますね私とは。 だけど賛成するところが結構多いんですよ。で言うところのやっぱり維新という新しい言葉ねつまり当時のご維新のことなんですが若造たちじゃだけじゃなくてね国家的ビジョンがあったかどうかは分からんってむしろなきに等しいと見た方がいいでしょう。だから彼もこの著者もそこは言い切ってるんですが特に長州はもう言ってみればならず者に近い状態であると。 薩摩もね朝廷に大砲ぶち込むことからしてもう品がなさすぎるどころの騒ぎじゃないと長州ってのはそうでしょ教順を装ってみたりまたは向かってみたりねあそこは本当にねどっちつかずのところで大勢うまいこと言った方へつくっていうのは歴史上確かにそうなんだけどでも信長の時代から生き延びてるんですよそれでもってこの中国大返しのあの歴史を見たってですね実に野良くらやるんだこれが。 だけど近代人が見てもそうだし歴史家好きが見てもそうだし一個の人間としてもどうもここ出身の人間の妙な開き直ったうさんくささってたまらなく私なんかは嫌なんですね。私は西の人間か東の人間かよく分からないところから自分の体の中に。ひょっとしたら異国のもんかなっていう血もなき西もあらずなんです。本体の親父かかりませんから で何かと国やいろんなことで噂のあった人ですからえ少なくともお隣隣そのまたででははなないことは確かなんですよんだけどどうも私自身が私自身のものの考え方や血を見るとどうもこういうふうによそから日本を見てるような日本好きっていう血は変だなとは思います小さいいいはそういう扱いでしたから結構だからずっと日本という国と日本人を客観的に見てる。 嫌いかって問われたらもう無条件好きなんですよこのややこしい定まらない国民性と国のありようとそして人が厄介ですねこれ面白かったですとにかくやっぱり改定してまたそこにその情報するっていうくらいなんだから人気はあったんでしょうそれとこの人は柴良太郎を大変尊敬しているとで言いながら断定しているところでここはなんと言っても私は頷くことできないっていうのは明確なん これも全く私と同じで自身もそうですから要するに司馬太郎って作家はね「愛憎愛憎半ばすするんですよ。司馬太郎好きになりゃなるほどここに偏るのはおかしくない」っていうのは絶対にあります司馬太郎の何もかも好きっていうけどまあそう,そういやシュ五郎だってそうですからシュ五郎名作って数えるほどしかないでもすごいのはあるってことなんですよ 数えるほどしかなないっっててことはあるってことなんです作家が全作品すごいってはずがないですからだから私はこの本を我々信じますねつまり歴史って信じるかどうかではないの信じた本が面白いかどうかなんてなぜなら歴史はあったんだからすでにその中を探るために読むのは何かって言ったらどっち信じたら面白いかななんてその程度に考えてください歴史を読むのは楽になりますから。 今の学校教育の良くないのはこういうふうにものを教えないことなんですよ。どうとってもいいのよとあなたが一番面白い時代から歴史好きになったって構わないんだっていうのを順を追って教えようとするからそれは無理だって無理なんです誰も受け入れられない事情があったり高校の時代はどうでもいいやと思うやついるんだからそれを学校教育は「あ,あダメなんだ」と「お前せっかく勉強できるのにここは分からないの」とこう言っちゃうんですよ。いくら勉強できたってえてと増えてはないわけじゃないんだから。 だから私もフランス語ドイツ語英語習ってみたけど日本語が一番しっくりくるんですよ。<laughs> ええええまあそれについてのご意見ありませんよね、はい。あっても聞かないでくださいね。これ星